作りますか、じゃあ。ではまず、卵を今日はね全部終わった。ただまだ明日、その今日もらってきた抹消届け、一時抹消書を明日外人に10時ぐらいに来るらしいんで、朝の10時11時ぐらいに、だらそれを渡して完全終了。一応だからまだ明日それを渡すっていうあれはあるけど、それ以外はもう終わり。車のね、売却というかに対してはちょっとお腹空いたんで、今日はねご飯この2パック使います。これレンチンしてきたんで。あ、よっちゃんさんです。キムチャーハン作ったことない。ないっす。一度もない。ただね、ちょっとキムチがね、量少ないですけど、ほら、これが、これ入れればいいかなと思って。だ量が少ない。あらららら、この量、あのね、ご飯とか卵の量してこんだけしかないから、まあでもなんとかなるし、タレとか入れるとキムチ風味になるだろうし、本当はもっと入れたいんですけど、ちょっと量が少ないです、ね、では作っていきたいと思います。よいしょ。あっ、めっちゃ跳ねるな、これ。
からはね、スピード勝負なんで。卵がね、あまり火通さない感じの方が絶対美味しいんで。ここからスピード勝負です。ほい。重いな。そうか、いつもよりご飯が 2パック入れたから、ご飯いつもより重い。あ、やべ、かけすぎだ、かけすぎだ。あ、こんな出ちゃう、こんな出ちゃうか、こんな出ちゃいます、普通。あ、やべ、醤油持ってくるの忘れた。やばい、スピード勝負とは何だったんだろう。スピード勝負とは、余熱で卵固まっちゃうじゃないか。スピード勝負とは何ぞや。あ、キムチ少ね、キムチ少ね。完成。あ、やべ、こぼしまくってる。完成しました。キムチもっとあればいいんだけどな。やばい、置くところが。どっか、キムチもないだろ、あれ、あれしか。だからキムチもっと買ってきて、あれ美味しいから。あれ、普段何個買ってんの？ 3個ぐらい買ってる。あ、そう。
キムチもうないみたいな。このキムチ美味しいんだよな。本当はね、キムチがもっとね、あればね、絶対もっと美味しいんですけどね、こんだけしかないみたいなんで。うわ、美味しそう。ちょっとキムチがね、ちょっと量が少ないのが。キムチこれのあとね、3倍ぐらいこう入れたかった。そしたら絶対もっと美味しいと思うんですけど。完成しました。キムチチャーハン。よっ。じゃあいただきたいと思います。あ、美味しそう。あ、でも、美味しい。めっちゃうまそうなキムチの匂いが。いただきます。うまっ。うまい。あ、うめっ。よしさ、吉江さんの分。吉江さん食うかな、これ。うまっ。ごちそうさま。